に奥野総一郎君、発言の機会ありがとうございます。先ほど船田委員の方から、CM 規制の立法時の話がございました。でその中で、スポット CM ですねについて、民放の方でガイドラインを作るということが、条件という言葉を使っておられましたけれども、で今の制度ができていると、こういうふうに理解をいたしました。で、民放連はここに来て、この場でも説明されましたけれども、なかなかそのガイドラインを作って規制するというのは難しいんだと、こういう話をされたと思うんですよ。ということは、この制度の在り方、前提の一つが揺らいでいる、崩れていると、崩れているとはおっしゃいませんでしたけれども、条件が変わってきているということだと思うんですね。ですから、船田委員自身もおっしゃいましたが、CM についてはきちんと成果を得てほしいとこうおっしゃっておられます。でこれやっぱりね、急いでやるべきだと思うんですね。この再三申し上げてますけれども、皆さん本体の議論が重要だというふうにおっしゃいますけれども、その本体でいい案ができたとしてもですね、民意を公正に反映させるための国民投票の制度ができてなければですね、私は憲法改正にはきつかないと思うんですよ。ですから国民投票の抜本改正こそ憲法改正議論の私は前提だというふうに思います。そこで新藤委員にもう一度確認ですけれども、本日も再三にわたって約束しているというふうにおっしゃってますが、CM 規制等について議論の場を作るとこうおっしゃってますが、この議論の内容についてですね、これが CM 規制だけなのか、我々がいろいろ提案してます外国政府の関与等をストップをするような寄付規制、こういったさまざまな論点もその議論の中に含まれるのか、あるいは投票機会の拡大について、維新さんの方がこれ、国民投票法の立法時の考え方として、公選法並びだとこうおっしゃってましたけれども、であれば、今、積み残しになっている2項目についても、急いでやらなきゃいけないんですけれども、法廷についてもそうした議論の場に入っていくのか、議論の中に入っていくのかということを伺いたいと思います。そして、これは大事なことなんですが、その議論の場というのは、幹事懇もあるでしょうし、当然、平場で最後は議論していかなきゃいけないんですが、いつまでにというのは大事だと思います。先ほど申し上げましたけれども、今の制度で、公正な民意が反映される投票結果になるとは思えませんので、議論の前提、中身の前提として、やはり抜本改正をきちんとやっていくということが大事ですので、いつまでにというのをちょっと伺いたいと思います。でこの2年間、我々はですね、この原口さんが筆頭提出者であります法案の並行審議を求めてきましたけれども、なかなか新藤筆頭をはじめ与党の皆さんは、先に7項目の採決だということで、並行審議は応じていただけませんでした。これ先週も申し上げましたけれども、並行審議に応じていただければですね、とっくに結論が出て、いいものができていたんじゃないかと思います。非常に残念ですね。で、今回もまた採決を急がれておりますけれども、急ぐということはですね、今お願いしている CM 規制や外国人寄付の問題について、結論を得るつもりがないのではないか、結論を得るつもりが本当にあるのかというふうに疑念を持ってしまいます。しっかりとした担保がね、必要だと思いますので、求めて、そこをしっかりとした担保を求めます。それからもう一つ、先ほど新党筆頭幹事の方からも、改憲4項目等についても主張してきたんだというご議論ございましたが、安倍首相が、前首相がですね、自民党の憲法改正推進本部の最高顧問に就任されるという報道もあるんですが、それは他党のことだから、それ自体はとやかく言うつもりはありませんが、4項目についてまたね、CM 規制等、そっちのけで4項目の議論に走るんじゃないかと、もうこういう懸念もあるわけであります。そこを指摘しておきたいと思います。中山太郎先生の話は今日出ました。かつて中山太郎先生がこの憲法審査会を作る際の議運の議論で、先ほど馬場さんもおっしゃいましたけれども、憲法議論は自己の理想の憲法像の主張にとどまるのではなくて、最終的に3分の2以上の多数派形成に向けた超党派的議論、いわば偉大なる妥協を目指した議論であるべきということでございますと、こうおっしゃってます。全くその通りだと思うんですよ。
で、だからこそですね、早急に4項目、いわゆる安倍会見4項目について議論を急ぐんじゃなくて、これをやるとですね、私は国民の分断を招いてしまうと思います。ですからここはじっくり腰を据えて、国民投票の抜本改正をやっていこうじゃありませんか。CM 規制や外国人寄付規制など、国民投票の抜本、しっかりとした抜本改正のしっかりとした担保がない以上ですね、4項目強行の懸念がある以上ですね、採決の機は熟していないというふうに申し上げて終わりたいと思います。それ